2020年10月3日、横浜スタジアムにて、笠原正春は、東京都出身のプロ野球審判員。役職は、シニアクルーチーフ。審判員袖番号は8。東京電気大学高等学校、東京電気大学、東京道路エンジニア株式会社を経て、1988年、セントラルリーグ審判部に入局した。審判員袖番号は8で、 森健次郎同様セリーグ審判員袖番号、採用初年度入局審判である、オールスターゲーム出場4回、日本シリーズ出場10回を担当している。2006年は、中日が東京ドームでの大巨人戦で、リーグ優勝を決めた試合と、日本ハムが44年ぶりに日本一を決めた2006年の日本シリーズ第5戦の両試合、 2013年9月15日神宮球場でのヤクルト半身でヤクルトのバレンティンが日本新記録となるシーズン56号ホームランとアジア新記録となる57号ホームラン達成試合でそれぞれ球審を務めていた2013年9月22日の DNA 対中日22回戦で一塁塁審を務め通算2000試合出場を達成した 2014年7月11日の巨人対阪神10回戦で一塁審判を務めていた際、自身の誤審にもかかわらず抗議した安倍晋之助を暴力行為には該当しないのにもかかわらず暴力行為という理不尽な理由で退場させた。2019年4月27日楽天対ロッテ4回戦で一塁類審を務め、通算2500試合出場を達成した。 2021年シーズンによりシニアクルーチーフに昇格。ありがとうございます。